どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回は、ここに書いてあります。表題の通り、ファーウェイのね、P30 ライトの話題をちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃよろしくお願いします。ということで、皆さん、今日はですね、僕、これ動画撮ってるのは5月22日。ですけども、一応ですね、ファーウェイの P30 ライトは5月の24日に発売されます。で、今ここに出てるのは P30 ライトプレミアムっていうやつで、これはAU の独自のやつですね。確かカメラ性能が少し、画素数が少し落ちるっていう、まあ、スペックダウンっていうほどのものかどうかわかんないですけど、まあ、画素数が少し落ちるかもしれないけど、容量が 64GB から 128GB にスペックアップしてるっていうね。まあ、そっちの方が使い勝手いいのかなっていうね。という、まあ、AU のサイト、AU のっていうか、ファーウェイのサイトなんですけど、もうこのプレミアム for AU ってやつが出てます。でもこれちょっと見てみますね。いやー、楽しみですね。P20 ライト、超ロングセラー P20 ライトの正統派後継機ですね。三眼カメラ。まあ、スペックも高いと。で、超広角レンズがついています。焦点距離17ミリのね、広角レンズがついてるということでね。これ、まあ、すごく楽しみですけどね。まあ、あとは、そうだな。まあ、カメラが特別変わったってことと、まあ、スペック CPU が、ちょっとスペックアップしたのかな。ノバライト3と一緒のかな。あと大きさがちょっと大きくなりましたね。5.91から6.1インチに変わったとかね。まあ、そんなところですかね。あ、すごい。やっぱり、AU の方は 4GB プラス 128GB ってことでね。大容量メモリですね。あとバッテリーが少し容量が大きくなりました。まあ、そんなとこかな。まあ、そんな感じで、5月24日ですね。あさって、ファーウェイの P30 ライトが発売になるんですけども、まあ、皆さん、今、ニュースを賑わしている、いわゆるファーウェイ問題ってやつで、まあ、いろいろね、各地影響が、出てきました。で、それは何かと言いますと、5月の24日に、まあ、P30 ライト発売する予定だったんですけども、だったんですけどもっていうのは、これ AU のやつね。AU からと、UQ モバイルさんから、それと、UQ モバイルさんね。UQ モバイルさん。よいしょ。UQ モバイルさんからも、ファーウェイの P30 ライトが出ます。で、それと、Y モバイルさんからも、出る、予定。あ、これ UQ モバイルさんね、こういうキャッシュバックキャンペーンも出てますからね。お得な、最大1万円相当のキャッシュバックもあります。で、あと Y モバイルさんも、ですね、Y モバイルさんからも発売する予定だったんですけども、ね、5月24日発売ってなってるんですけども、なんとここで Y モバイルさんが、じゃじゃん、ファーウェイ P30 ライトの発売延期についてということで、よいしょ。ここはですね、5月24日に予定した Y モバイルのファーウェイ、P30 ライトの発売を延期します。発売を延期して、なおかつ発売時期は未定というふうになっております。で、それとですね、5月の14日受け付けていた予約についても、停止しますという。もう影響出てきましたね。ということで、まあ、一応 Y モバイルさんからは今、しばらく発売はされないと。で、まあ、Y モバイルさんからも、こうやってね、ファーウェイ P30 ライト発売記念、スマホ買ってペイペイもらってるキャンペーンっていうので、これもね、あったんですけどね。こういうのもね、動画に出そうかなと思ったら、今出してますけど、これも今少しご破算になってきたと。ただし、UQ モバイルさんは多分発売されるし、それ以外にもですね、
SIM フリー端末で P30 Lite が発売されます。はい。で、そこでですね、僕、イケケンといえばお得に買える、買うね、情報を流すイケケンチャンネルですけども。さあ、なんかあったかなと思っていろいろ検索してみたら、なんと、一番身近なところに、じゃじゃん。はい、Amazon です。はい、これはお得ですよ。なんとですね、発売したばっかの、まあ、まだ発売してないけどね、これから発売する P30 Lite に、同じファーウェイ製品の、バンド3っていう、まあ、スマートウォッチですね。これね、この黒いやつね。これの、バンド3っていうもののブラックで、これをセットにして、で、これが、発売キャンペーンなんですよね。数量限定、お得なモデルですね。うん、で、これが、これ Amazon の、まあ、ファーウェイのサイトからっていうことかな。うん。ファーウェイの Amazon サイトからってことですかね。うん。から、発売されます。数量限定で何個あるかわかんないんですけど、とりあえず、これは、スマホのみでやってもね、実はお値段一緒なんですよ。35,510円っていうのは、税抜き価格が32,000いくらっていうので、税込みが35,510円。これが正規の価格なんですよね。で、この状態で、スマホだけでもこのお値段なのに、なんとバンド3セットっていうことで、35,510円のまま、これだいたい6,000相当かな ?6,000 ぐらいかな買うとね。このバンド3っていうね、スマートウォッチ、うん、がついてるんで、まあ実質29,500円ぐらいっていう意味合いで、伸ばれてするじゃないか。P30 Lite が買えちゃうということで、これはお得ですよという。はい。こういう情報をお伝えいたしました。はい。ということで、今回は以上です。はい。というのは嘘で、今回は以上なんですけども、まあ普通だったらこれでいいなぁと、うん、これでいいなという風な買い方で終わるところなのですが、そこはイケケンチャンネル、はい、もう一つ見つけましたんでね、これ動画ちょっとね、一緒にしようかなと思ったけど、そっちの方をメインでダーンとこう出したいので、ここで切っちゃいまして、この続きね、P30 Lite のお得な買い方、これがバージョン1、そしてバージョン2では本命のとこから、お、やっぱり出たか、おー、さすがだねっていうお得情報を出していきたいと思いますので、この動画の続きが気になる方、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、イケケンでした。 この動画の後にすぐ続きの動画撮っちゃうよ。で、すぐ動画出しますよ。あ、時間差で出しますけどね。はい。ということで、イケケンでした。ではまた。